abc 分析とは重点分析とも呼ばれ在庫管理などで原材料、製品等の資金的重要度を分析する手法である。在庫の資産としての価値などの評価別に段階的な管理手順を適用する。この手法は品質管理におけるパレート分析に類似している。製造業などで何千、何万とある原材料、製品を管理運用する上で、 管理工数的にも、資産運用上も、より効率的に管理するために原材料、仕掛かり、製品を、それぞれの所要金額の代償で暮らす分けし、それぞれに異なった管理手順を適用する。その際考慮するのは、単価ではなく、単価 X 数量の金額である。言い換えると、高額のものでもほとんど、動きがないものより、 低価格でも大量に動く材料の方が重要度が高いということである。この金額を大きい方から並べていくと、最初の10から20%の点数で、所要金額の80から90%を占める、逆に金額の低い方は点数こそ多いが、その総金額が全体に占める割合はわずかである。クラスの分割には決まった指揮位置はないが、むね A 10、A10%、 B20%、C70% のような割合で分類される。点数の少ない A クラスを分析管理することが、大金額効果が高い。ERP システムでは、ABC クラスの自動分析の機能を持つものもあり、購買情報や在庫管理情報等の設定の際に、それを反映させることができる。外部リンクを参照。ABC 分析の手法は、商品。 製品、仕掛け品、部品、原材料などを所要金額の観点から重要度ごとに仕分けし、効率的な管理の手法を当てようとするものである。各種製造業から物流、小売りまで多くの産業分野で利用されている。受発注入荷、在庫、集荷などの各工程における売り買い在庫などの資金管理はもちろん各工程における管理構数の合理化にも大きく寄与する。 以下は購入部品点数4051品目の仮想製造業における ABC 分析管理の例である。全品目を所要金額順に並べる累計金額をグラフにするととなりクラスの品目の分布は以下の表のようになる。例として調達業務にこの ABC クラスを適用すると C クラスは管理工数のあまりかからない定量、定点発注で 発注量及び定点在庫を1ヶ月分の所要数量とすれば85%の点数は月1度の発注のみとなり、また安全在庫も最低1ヶ月分あるのでほぼケアフリー管理工数が大幅に削減される。それでも在庫金額は月の全所要金額の10から20%。逆に AB クラスの材料は工数をかけ安全在庫も切り詰め。 細かく管理、調達することで在庫も抑えや欠品も防ぐことができる。全体で管理工数を削減し有効に分配ができる。このように管理対象が膨大な数に上る場合には特に効率の良い管理方法である。重点管理による在庫低減、発注納品管理工数の削減以下に数値を上げた重点管理の適用例を示す上手の abc 分布で4000品番の所要がある、工場での購買手順としてまず、abc クラスを考慮せず均一に、発注点イコール在庫2週間分、納品頻度イコール毎週とした場合4週間での、納品頻度は1万6000回、平均在庫は2.5週間分となる。対して、段階的購買基準を適用し、a クラスの場合、発注点イコール在庫一週間分、 納品頻度イコール毎週、B クラスの場合、発注点イコール在庫2週間分、納品頻度イコール各週、C クラスの場合、発注点イコール在庫3週間分、納品頻度イコール4週ごと、とすると納品頻度はイコール5000となり、平均在庫金額はイコール1.925週分となる。A A クラスの材料にはより管理構成のかかる購入条件の適用が可能であり、例えばジットのように毎日納品で発注点を1日分の在庫とすると、納品頻度は800から4000円、増加、在庫金額は1.5日分へと大幅に削減。全材料で見ると納品頻度は16000から8200円、ほぼ半減。 在庫金額も2.5週間分から1.025週間分へと59%の削減が可能。以上のように段階的管理基準を適用することで管理構数及び在庫金額の大幅な削減が可能となる。ビジネスの分野に限らず膨大なデータを分析する際にこのクラス分けの方法は有効である。例えば ABC クラス分けを世界の統計に適用すると となり、上位2割弱の国々で、各項目の全体の7から9割を占めている。なお同様に、ABC と略して呼ばれる、活動基準原価計算は全く別物である。ありがとうございます。